雪が溶け始めている。よかった。精霊たちが新しい巫女の誕生を喜んでくれているのかもね。うちもう寒いの嫌や。雪原に入る前は雪だるま作るってはしゃいでたのに。過ぎたことはええやん。先のことを見据えていこう。先のことといえばこれからの道のりについてだな。私たちはこの滝に沿って高原を下り、港町ラタへ向かう。港町ということは海があるんよな。うち海を見るのは初めてや。そこから船に乗って水の都エリスタニアを目指すんだ。世界で一番大きな都エリスタニア。そこでは水の巫女と会うんやろ。どんな人なんやろな。エリスタニアでの用事は巫女との合流だけじゃないよ。私たちはそこで洗礼を受けるの。マナの木までの道のりは長いからな。水の都の女王が巫女のために旅の安全を祈ってくれる。巫女の旅はまだまだ序章なんやね。あれ、どうした？ひな、見て、カチンコチンになってる。完全に凍って、いや、溶け始めてる。カチコチだったけど大丈夫？さっきのサボテン、なんか落としていけへんかった？うん、これは日記かな。何書いてあるんやろな。見てみひん？え、勝手に見ていいのかな。ちょっと気にはなるけど。次会うた時しれっと返したらええやんな。よし、手に入れたぞ。私の出番だ。援護する。承知だ。私だってやるときはやるんだよ。流れが速いな。ここは精霊の力を借りて安全に渡ろう。休息していこう。流れが緩やかに変わる。この先は気をつけた方が良さそうだ。アナグマが喜びそうだな。ゆっ、アナグマが喜びそうだな。よし、手に入れたぞ。何も入っている悪くないな。空が明るい、気持ちいいな。ずっと吹雪いてて、えげつない天気やったからね。あの気持ちも明るくなるんだぜ。じゃあもう
穴熊が喜びそうだな。よし、手に入れたぞ。もらっておこう。通らせてもらうぞ。こんなところだ。よし、手に入れたぞ。おお。調子にはなしだ。これで時の流れが緩やかになっている。よし、手に入れたぞ。これでは凍えてしまう。何が入っている？これは、これは期待できるな。物がおるな。蹴散らして進むで。周辺にもまだ潜んでいる気配があるな。おそらくあれを倒しても次が来る。警戒してくれ。そんなん、うちだって気づいてたし。連戦になりそうだね。ヒナは下がってて。みんな頑張ってね。回復は私に任せて。魔物や、さらおう。ふっ、ドリラ。遊びは終わりだ。チリとなれ。逃がしはしない。承知だ。頑張れ。これで全て片付いたようだ。モートリアがおると楽やな。うちは手抜いても良さそうや。森人の僕がしっかりしてればいいんだけどね。二人とも手助けをありがとう。お、そんなキラキラした目でこっち見んといて。手抜こうとしたうちがしょぼいやつになるやん。ファルロー大草原も近い。先へ進もう。これから先、こういったことに遭遇することも増えるだろう。日頃から連戦に備える心構えが必要かもしれないな。そうだね。装備とか道具もこまめに見直そう。あったかい。ほんま寒かったもんな。生き返る。この大草原の先に
港町ラタがあるんだが。ミルパ様は留守のようだな。ミルパ様？モートリアさんのお知り合い？この牧場の主だ。私がエリスタニアにいた時にお世話になった方で、剣術の師でもある。大草原を行くにあたり力を借りようと思っていた。モートレアって水の都に住んでたんだ。ああ、エテラナが滅び、一人取り残されていた私をエリスタニアに住む人が助けてくれてな。以来私はその人の家で暮らしている。ミルパ様に引き合わせてくれたのも彼なんだ。人に歴史ありって言わはるけど、いろんな出会いがあるんやね。水の都へ行くのは初めてだから心強いね。少なくとも町で道に迷うようなことはないな。さて、ミルパ様がいないとなると仕方がない。このまま大草原を進もう。牧場やな。この牧場、ミルパ様って方が一人で？ああ、そのはずだ。へえ、それはすごいな。ミルパって人、意外と大物なんちゃう？よっ、はっ、もらっておこう。休息していこう。